サスケ、お前も知ってんだろ？俺が昔、里のみんなに嫌われてたこと。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えれば、お前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれねえ。それに、俺はいつも一人だった。けど、同じような奴がいるって分かって、嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺が、つながりを持てた。第7班で任務やってよ。お前みたいになりたくて、ずっとお前を追いかけた。だから、サスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて、本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと、俺は変わらねえ。俺はお前も、里の奴らも、一人残らず全員潰す。行き着くところお前の選択は、俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらかだ。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。俺は、こいつらとはちゃんとした場を設けてやる。今は引くぞ。サスケ、戻る前にお前に伝えときたいことがある。行くぞ。待て。サスケ、さっきの一戦、あれでお前にも見えただろ。お前と俺が戦えば、二人とも死ぬ。お前が木の葉に攻めてくれや、俺はお前と戦わなきゃならねえ。憎しみはそれまで取っとけ。それは全部俺にぶつけろ。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。その役目は俺にしかできねえ。俺もお前の憎しみを背負って一緒に死んでやる。一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。お前と分かり合うには一筋縄じゃいかねえって。
初めて会った時から分かってた。そうだよ。拳で分かり合うのがお前とのやり方なのは間違いねえよな。俺はまだ諦めてねえ。俺は変わりはしねえ。お前と分かり合う気もねえ。死ぬ気もねえ。死ぬのはお前だ。もういい、ナルト。サスケは俺がやる。お前には火影になるって大切な夢がある。サスケの道連れでお前が潰れることは。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。サスケとは俺がやる。ナルト。いいだろう。お前を一番に殺してやる。俺ってばまだお前にちゃんと認めてもらってねえからよ。話は済んだようだな。行くぞサスケ。私はまだ第7班で笑い合える先を諦めないでいられる。話とは何だ。イタチの目をもらう。やっとその気になったか。スサノオの使いすぎだな。もうろくに見えていないのも分かっていた。すぐに移植してくれ。しかし急だな。どうしたというのだ。俺は全力でナルトを潰す。そして奴の全てを否定してやる。それだけだ。はぁ、本当、信じられないよ。上官である僕に対して二度も拳を振るうなんて。ヤマト隊長、いい加減機嫌を直してくれよ。君は僕がどんな気持ちでいるかわかるかい。わからないよね。ああま、そう言わないでやってくれ。ナルトが来てくれなきゃ今の俺たちはなかった。甘すぎじゃないですか、カカシ先輩。久しぶりですよ、こんなに泣きたい気分になったのは。まあまあ、泣きたい気分なのはこっちっすよ。クソ。キーバ、お前まだぐじぐじ言ってんのか。男らしくねえってばよ。うっせえよ。せっかくサスケとやる覚悟までしてたってのに。だからごめんって。結局お前らはサスケを逃がしちまうしよ。
それには理由があるんだよ。後で説明してやるって。ともかく今回の遠征は終わりですね。僕はこれからトレーニングに行ってきます。さくらさん、またいつでも呼んでください。僕はいつでもあなたの力になりますから。 D さんは普段と変わりなしね。なんていうかすごく助かるわ。ナルト、後で絶対説明しろよ。分かってるって。さて、俺たちもここで別れるか。俺はこの子を情報部まで連れて行かなきゃならないし、せっかくここまで静かにしてくれたんだ。最後までおとなしく頼むよ。分かってるよ。つか抵抗する気なんて鼻からねえし。それじゃあ私たちは。さくら、しずね先輩。探したわよ。すみません、その私どうしてもサスケ君を。そのことはとりあえずいいから。どういうことです？ツナレ様が目を覚ましたのよ。本当ですか？ええ、もう屋敷で業務を再開されているから顔を出してあげて。はい、俺も一緒に行くってばよ。さくらちゃん、大和隊長たちは？僕はカカシ先輩と一緒にその子を連れて行くよ。送り届けた後、ナルトの行動についてしっかり先輩と話し合わないといけないからね。はいはい。サイは？僕は団蔵様のことを根に伝えに行かないと。それじゃまた後でね。さくらちゃん、行くってばよ。うん。いつものナルトに戻りましたね。だな。みんな早かったな。急を要する状況だからな。しかし綱手姫よ、お前はもうええのか？この機会に若いもんと変わればいいものを。お前も年じゃぜ。あんたに言われたかないね。団蔵の件はさておき、綱手様が火影に戻ってこられて安心しました。さて、挨拶はこれくらいにして早速会議を始めるでござる。敵の本拠地らしき場所はうちの者が突き止めている。ただ罠かもしれん。もう少し時間が必要だ。こちらも偵察部隊を編成し情報集めを行っている。各里の情報を迅速に照らし合わせていこうかない。
では情報を統括する部隊を連合で別に組織しましょう。それがええじゃろう。で、あとは人中力どもだが、一体どこに隠すつもりじゃ。隠す？なんだ？ナルトもビーも大きな戦力だぞ。隠してどうする？わしもそう思ったが、今回の戦争ではもしものことを考え出撃はさせん。敵は打ち派まだらだぞ。戦力を出し惜しみして勝利の機を失ったらチャンスは二度とない。今回はその二人を守るための戦争。おかげ一人が勝手を言ってもダメだ。この若造が、ナルトはな。あいつのことならよく知っている。仲間のことなら無茶をしすぎる。だからこそだ。戦力を問題にする前に五加減がまとまらなければそれこそ勝利はないでござろう。みんなこの件については同意しています、綱出様。もういい。減らず口のナメクジ姫は健在じゃな。元気になった証拠じゃぜ。八尾と九尾の隠し場所を決める。異論はないな、おかげ。わかった。さっさと先に進めろ。隠し場所はすでに決めてある。わしがビーと共に修行に励んだとっておきの場所だ。というわけでだ。ガイ、ヤマト、アオバ、そしてナルト、お前たち4人はこれよりとある島に向かい、そこで雲隠れの忍びと合流。その後任務に入ってもらう。詳細については現場で知らされる手はずとなっているが、今回の任務は極秘任務となる。おのおの注意。へへ、久しぶりの任務だな。腕が鳴るってばよ。それじゃあ各自準備が整い次第木の葉の門に集合ってことで。うん、了解だ。じゃあ俺は先に行ってるってばよ。いろいろ準備しとかないと。あ、ナルト。あ、一人で勝手に行かないようにね。もしまた一人で行動しようものなら分かってるよね。はい。ナルトに本当のことを伝えなくていいんですか。戦争から身を隠してもらうための任務だって。戦争について教えてしまえば、あいつは無理やりにでも戦場に出ていくだろう。それだけは避けなくてはならん。そうですね。ガイ、ヤマト、アオバ、お前たちはナルトを常に見張っておけ。絶対に島から出すな。いいな？はい。第三章、二人の人中力。準備完了った。よし、そろそろ行くか。